この時間は IPO の時間になります。ゲストの方は本日 ETF 市場に3銘柄3本の上場がございました。この3銘柄を管理運用するグローバル X ジャパン株式会社代表取締役社長金村明彦さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、3本ということでグローバル X 半導体関連日本株式 ETF、はい、銘柄コード2644、はい、これが1つ目、グローバル X レジャー&エンターテインメント日本株式 ETF 銘柄コード2645、はい、これが2本目、はい、それからグローバル X メタルビジネス日本株式 ETF 銘柄コード2646、この3本を同時上場、はい、ということでおめでとうございます。はい、おかげさまで、当社の、東京証券取引所の上場の ETF が13本、はいはい、なりました。まだ生まれたての会社でですね、これからも皆様のニーズの合う ETF、できればたくさん上場させていければというふうに思っています。お待ちしております。ありがとうございます。で今日 の3本 の、はい、どんな感じなんでしょう。はい、ETF なんですが、当社の ETF っていうのはもう大きく言いましてテーマ型の ETF、あとは機関投資家さん向けの ESG 関連 ETF と、はい、これがコアになっているんですが、今回につきましては3本とも、テーマ型の ETF になります。半導体ですとかレジャーエンターテインメントメタルビジネス、まあ、こういったものをテーマにしておるんですが、ご存知の通り、デジタル化の波っていうのは非常に、はい、強く流れております。この半導体および、メタル金属ですね、はい、これはもう需要が非常にそのデジタル化の波の中で高まるんであろうというふうに期待されております。で実はですね、このレジャーエンターテインメント、はい、こちらの方もですね、デジタル化がある意味、はい、進んでおりましてですね、そういった進み方、まあ、新たな成長の仕方ということが期待されていると、はい、まあ、加えて、ワクチンの効果でしょうか、人の集まるようなイベント、そういった再開の兆しも見えておりますので、まあ、その部分ではフォローの風も吹いているというふうに考えております。はい、まあ、現状を踏まえて開発された ETF ということだ、はい、ということだと思いますけれども、では個々の銘柄についてご説明いただきたいと思うんですが、まずは半導体のところにつきましてお願いします。はいはい、まず、名称ですけれども、グローバル X 半導体関連、日本株式 ETF というふうな名前になります。連動する指数ですが、これは東証およびジャスダックに上場する銘柄を、投資対象群としております。半導体関連の30から40銘柄、はい、こちらの方を選定していきます。そのプロセスなんですが、こちらの方をちょっと見ていただきますと、はい、まず一番最初にですね、時価総額300億円以上、あと1日の平均売買代金、これが2億円以上という条件でスクリーニングをします。で、続いてですね、半導体関連の銘柄を選定します。で、その選出ですが、サブテーマに関する、売上高が 50% 以上、この銘柄を正銘柄という、呼び方をしております。はい、で、同比率がですね、25から50、こちらの方を純銘柄という呼び方をしております。で、この純銘柄の方にはですね、部品と、周辺産業も含まれます。で、このサブテーマといいますのはもう本当、半導体の王道とも言えるんですが、半導体の製造、および、半導体の、装置、まあ、そういったものの、関連する企業であるという認識で、我々の方は、考えております。組入れ比率はですね、時価総額加重で決定されます。もしですね、正銘柄、これが30銘柄未満の場合は、30銘柄になるまで、純銘柄が時価総額順に組み入れられていくと、こういう仕組みになっております。1銘柄あたりの上限比率が 10%、組み入れ銘柄に占める、純銘柄の上限比率が全体で 30% という形になっています。で右側ちょっと見ていただきますと、上位、10位の、銘柄が入ってます。レーザーテック、東京エレクトロン、はい、ロバンテスト、皆さんよくご存知の銘柄ですね。はいはい、もうまさに日本企業が、強みを持つ分野である、半導体製造装置企業、これはたくさん、はい、まあ、選定されているということが分かるかと思います。時価総額300億円以上、それから1日の平均売買代金2億円以上という条件から半導体関連の銘柄を正と順に分けて選定するということですね。はい、そして、パフォーマンスの比較になりますか。はい、こちらが一番注目点かと思いますが、2020年の春先以降ですか、まあ、ある意味、やはりデジタル化の意識が、ここ2年
非常に高まってきているかと思います。そういう中でパフォーマンスもトピックスに比べますと大きくアウトパフォームしているというような状況が続いております。やはり現状を踏まえて開発されたその一部とこういうことですね。それから、レジャー&エンターテインメント、はい、これはまあスマホそれから電気自動車、はい、半導体ますます重要になってくる分野ですけども、はいはい、レジャーエンターテインメントの部分もお話し頂戴できますか。はい、グローバル X レジャー名称ですが、はい、グローバル X レジャー&エンターテインメント日本株式 ETF です。連動する指数ですが、こちら東証およびジャスダックに、上場する銘柄を投資対象群としております。で、これ実はアウトドア用品ですとか、はい、動画の、ストリーミングサービスですとか、そういったものの関連、銘柄30銘柄を選定しています。ですので名前から聞くイメージとちょっと、実は異なりまして、そうですね、はい、アウトドアとインドア、こちらの方のレジャーとエンターテインメントを投資対象としているとこういうコンセプトになっております。外も家の中も対象ということですね。はい、はい、おっしゃる通りです。はい、選定基準どんな感じでしょう。はい、まず投資対象群からですね、時価総額に関しては300億円以上、1日の平均売買代金が1億円以上という条件に、で銘柄を選び出します。で次に、アルゴリズム、これは主にビッグデータなんですが、はい、こちらの方を用いまして、レジャーエンターテインメントに関連する銘柄を選定して関連度の高さによりランク付けするとこういう、作業を行います。この関連度により高さっていうのはですね、イメージで言いますと情報の質と数、はいはい、この両方を見ながら関連の度合いを、ランク付けしていくとこういう仕組みになっております。でランク の上位30銘柄、こちらが組み入れ銘柄となっております。ここが一つですね、はい、ポイントなんですが、はい、なおという形で、さてなお、はい、ポッチで入れておりますが、ホテル鉄道等 の, 伝統的なレジャー関連銘柄こちらの方は基本的には除外していると。トラディショナルなものは除外と、はい、こちらが一つ の今回 の,、はい、コンセプトで先ほどちょっとお話しさせていただいたイメージに少しつながるんではないかというふうに考えています。一銘柄あたりは、上限が 10% となっております。で右上の方に、銘柄入れております。上からいくとリクルート、はい、電通、東宝、サイバーエージェント、はい、OLC、はい、ソニーといったところですね。はいはい、でこの上位 の, 銘柄分の、パッと見ますとですね、富士急行さんのどうしたら言ってるんですかという質問を受けることが多くてですね、実はですねこちらの会社さんの、売上の 50% 程度はレジャーサービス事業でありまして、トラディショナルの運輸事業は 25% ぐらいしかない。なるほど、はい、そういったものも選別していく ETF になっているということになります。幅広く分析されているということですね。ありがとうございます。はい、パフォーマンスいかがでしょう。はい、こちらの方も、先ほどと同様なんですがイメージで言いますと2020年の春先以降、これコロナの影響も あるとございます。伝統的な、運輸だけとかホテルだけっていうような、はい、業界の方々は正直言って、非常に辛い時期をお過ごしかとは思いますが、それをいった、企業さんと比べますとこの指数っていうのはトピックスよりもアウトパフォームしていると。そういった世の中の動きがやはり出てきているということは言えるかと思います。一目瞭然ですね。はい、でデジタル化が続く中でイベントとかインバウンド消費が再開するとなると、はい、期待が持てるところなんですが、はい、続いてメタルビジネス、はい、こちらについてもお話頂戴できますか。はいはい、こちらの方の、メタルビジネスの名称ですがグローバル X メタルビジネス、日本株式 ETF となります。連動する指数、これは東証およびジャスダックに上場する銘柄を、投資対象群としております。で主にですね、金属の採掘や流通、こちらに、関連する30銘柄を、選定するというふうな流れになっております。はい、そしてまた選定のプロセスですね。はいはい、こちらの方もですね実は先ほどのレジャーエンターテインメントと、ちょっと似通った部分がありまして後ほどちょっとお話しさせていただきますが、はい、まずは、時価総額ですが、こちら、200億円以上1日の平均売買代金を1億円以上という、銘柄を選定します。次に、金属の採掘流通製品製造、こういった金属関連分野を、選定します。でここで先ほど言った話なんですがただし、はい、鉄に関しまして、はい、スチールですね、これは、除外という形になります。ですので言葉で言いますと、
非鉄金属をより重視した、ね、はい、非鉄ですね、はい、メタルの ETF というふうな考え方で結構かと思います。で、組入れ比率は時価総額、の加重で決定され、1銘柄あたり上限 10%、こちらも右側に、上位10銘柄入れております。この中ですとですね、神戸製鋼さんの名前であれっておっしゃられる方はおられます、はい、鉄じゃないのと、はい、ただこちらも実はですね、例えば鉄道車両用アルミでは、国内トップシェアなんです。国内トップシェア、はい、ですので非鉄の、ことも非常に、堅実に積極的にされておられるということが言えるかと思います。あとはあれですよね、やっぱりその非鉄っていう部分でいくと、はい、商社が入ってきてるってのも一つポイントですよね、はい、流通のところですね、はいはい、さてそういう中で、同じようにパフォーマンスを見ていただきましょうか、はい、で実はこちらのパフォーマンスはイメージで言いますと、やはり商品市況に正直なところ影響されるという部分があるかというふうに考えています、はい、ですのでこれは実今後、数年間ここから我々としてはかなり期待しているという、多少の相場感ですが、そういうのも踏まえて今回の上場に至りました。そういう意味ではそのやっぱりメタルってメタルビジネスっていうウェイトやっぱ高いということですね、はいはい、そうですね、はい、で、金属ですと重工長大というイメージでしたけども、先進的な分野での利用が増えているっていう部分をやっぱり重視しているってこと。そう、おっしゃる通りですよね。ですよね、はい、はい、そうですね。おそらくあの最近テレビなんかですとアルミニウムのコマーシャルなんかも増えておりますので、鉄以外の金属のところに、注目しているっていうのが事実でございます。やっぱり伝統的なものではないところへ投資しているということですね、はい、ですね、はい、最後にあの投資家さんへのメッセージを頂戴できればありがたいですが、はいはい、冒頭でもちょっと触れさせていただきましたが、当社の運用する ETF13 本になりました。日本で唯一の ETF 資産運用会社というふうに考えております。今後もですね、個人の投資家、機関投資家の方々にニーズに合いました ETF を開発を行っていく所存でございます。もちろんテーマ型、ESG 型がコアになっていきますが、今後ともぜひ当社の商品ご注目いただければ幸いかというふうに思っております。今日おめでとうございました、はい、どうもありがとうございました。